マルセル・ブサックは、フランスの実業家、サラブレット競争場の生産者及び場所としても知られる。繊維業及び競争場生産者として成功するが、晩年に没落した。1889年4月17日に、フランスのシャトールーで生まれる。1906年に高校を卒業した直後に、家業であった繊維業を継ぎ、持ち前の再確で大きく発展させた。 第一次世界大戦では軍需に、戦後は民需に応えて、戦専王と呼ばれる大富豪となり、様々な分野でパトロンとしても活動を始める。1946年にクリスチャンディオールと出会い、独立したばかりの彼を援助して、オートクチュールのメゾンを設立、大成功を収めさせた。この成功もあって、当時ブサックはフランスで最大の資産を誇るに至った。最盛期には、 繊維業のほかラウロール紙を発行する、新聞社、銀行、家電メーカーなども保有していた。1914年に場所となり、1919年に、フレズネイイコールルイコールビュファール牧場を所有して、サラブレット競争場の生産を開始した。後には、テティの生産者、エドモンブランから購入したジャルディ牧場を加え、大規模な二元生産を行った。 ハーマン・デュリエの未亡人からデュルバンやデュルゼッタを、ロスチャイルドやフランス当主の重廷に当たるモーリスド、ロトシルド男爵からザリバやアステリューを購入して、生産基盤とすると、ブサックの馬種活動は、早くから軌道に乗った、アステリューに加えて、トールビヨン、ファリス、ジェベルという3頭の自家製サンバが、タネボバとしても、成功。 さらに自家生産馬同士の配合から生まれた競争馬が大競争を席巻した。彼の所有馬は、ジョッキクル武将を12回、外戦門賞を6回優勝し、普通営両国のクラシック競争を一つ残らず勝つなど、主にフランスイギリスで約1800の勝利を挙げ、フランスのリーディングに馬主として14回、生産者として17回輝いた。また、 1950年と1951年には AI でもバッシュ、生産者リーディングとなっている。1933年から奨励協会の委員に選ばれ、1949年における外専門省への高額賞金設定や前夜、晩餐会の発足を主導、各国から一流馬を招致するなど、現在に至る世界最高峰の競争としての地位を整備するに、 当たっても力を尽くした。そして1959年12月8日には、ジョッキークラブの一員以外では初めて会長に選ばれ、1974年12月12日までの15年間、その座についていた。就任中の1962年から1969年には、外線門賞を開催する、ロンシャイ競馬場が増改修されている。ブサックの生産には、 コロナティオンなど強いインブリードが試みられたものが多いと言われるが、実際にはそれと同程度に強いアウトブリードを施された生産場も多い。ブサックの取った独特の手法は遺伝学者から批判の対象となったこともあり、ブサック自身はそれに対して、それでは具体的にどうすべきか説明してくれ。君たちはニックスをどう説明するのだ。と反論している。 1940年にドイツ軍がフランスに侵攻すると、ブサックは所有馬をイギリスへと疎開させたが、ファリスなどの一部の馬はドイツ軍に接収され、第二次世界大戦終結まで戻ってこなかった。ブサックはこれの報復として、当時ドイツでファリスに種付けされた馬の血統書登録を拒否している。ブサックは自らの四大守護馬が亡くなると、 アメリカのカルメットファームにタネボバを求め、サンカンバ、ワーラワイや、ファーベント、コールタウン、アイアンリージを輸入したが、これらはすべて失敗に終わった。またデュルゼットなどの母である名品フリゼットの購入にも当たっているが、購入時にはすでに恒例で、こちらも結果は出なかった。晩年は本業であった、繊維業が経営不振に陥り、1978年に破産。 それから2年後の1980年に、ブサックは没した。妻であるベルギーのオペラ歌手、ファニー・ヘルディと共に、パリのモンマルトル墓地に埋葬されている。ブサックの資産は、ほとんどが人手に渡っており、所有していた、新聞社も、フィガロ社に吸収された。また、ディオールなど繊維、アパレル事業は、ベルナール・アルノーが、牧場や競争場などの畜産資産は、アーガーハーン4世が、 その大部分を買い取っており、両者は、それぞれの分野で現在でも重要な位置を占めている。現在、パリロンシャン競馬場で施行されている、マルセルブサック賞は、彼の功績を記念して解明されたものである。所在地は、ノルマンディウチのオルヌケンヌビーオウルム。所在地はベルサイユ近くのオードセーヌケン、マルヌライコールコケット。獲得年は1939から1949。 1952、1955、1956。獲得年は1939から1949、1951、1952、1954から1956、1974。フランス人が達成したのは、1865年に A 3冠馬となったグラディアトゥールの オーナーブリーダーであるフレデリック・ラグラン・ジュ伯爵に続く二人目。当時は競馬の発展期で馬券収入の増大が元手となった。ジャンロマネの協力もあり、国が毎年控除率を上げるなどの障害を超え成し遂げられた。マルセル・ブサックの名馬たちブサックに残っていたファリスの所有権を行使した。ありがとうございます。